選手の頭にポーンと一晩経った脳みそがこっち。忘れてる。怖っ。地獄。全く同じことを言ってるのが次のようです。こちら正直嫌いなんですよ、この教えないっていう言い方。監督いつも気温ばっかでよわかんわみたいな。あくまでも階段を積み上げていくという意味。あ、待合室でお待ちの話が長い病と診断された方お集まりください。分かってますよね、みんな。もうみんな分かってますよ、ね、分かってます。コーチングだけでは 100% は伝わりません。次は何を気をつければ話が短くなるかを考えていく。この動画を使ってない人、もうマジでね、もうマジでバカだと思います。お前の喋り方が下手なんだよと。ありえない。余計な話するコーチの人めちゃくちゃ多いですからね。他者を受容すること。知識は自分で作るもの。ただのこれって自己満足です。自分が教えてることが気持ちよくて、自分一人で上がってて、ヒャッホーっつって、楽しい教えるのっつって、僕はこんな選手めちゃくちゃ見てきました。わー楽しかった、今日もいいコーチングしたっつってビール飲んです。無駄な時間でした。かわいそうですよ、選手が。コーチは選手を置き去りにするコーチ。選手はそんなバカじゃないです。選手はそんなバカじゃないです。目先の答えなんていらないんですよ。僕はこういう指導してる人は全員バッドコーチです。僕だって教えてんすから、時間かけて彼らのために一生懸命考えて一生懸命練習して、その成果を僕らは目で見たいんですよ。